こんにちは、速稼塾の久保です。常識という言葉を皆さんどういうふうに捉えるか、様々だと思いますけども、私は常識っていうのはですね、大多数の意見っていう言葉と入れ替えられるのかなと思います。常識っていうのはほとんどの人がそうするよとか、普通はこうだよっていうふうなね、そんな言葉に置き換えられると思うんですけども、これをさらに置き換えると、大多数の人が考えていること、もしくは大多数の人が判断する結果、もしくは行動ってことになるかなと思うんですよ。で、私はそういう意味で言うとかなり非常識だなと思うんですね。例えばね、私ここの部屋から動画を撮ってるぐらいなんですよ。社会とのつながりっていうのは、で本当にあとは社会とつながってなくて、この家からも出ませんし、下手したらこの部屋からも出ないまま、もう何年も過ごしてるんですよね。隠居っていうねタイトルつけてるからには、隠居しないといけないじゃないですか。ですんで当然ですけど勤めに行くことはないですし、会社を経営してる形になってますけど、単なるね生産会社であって、収入をその会社で受け取って、でその会社から私が、給料をいただいていると。で必要なものは会社の経費が、生きているって形になって、通常のですね、出勤して働いて、そして誰かと取引してやり取りして、それからお疲れ様っていうふうにして帰っていくっていう会社とは違うんですよね。大多数の人が会社勤めしてるっていうことはね、やっぱ出社してるとか、少なくとも在宅ワークって考えると思いますけども、私の場合はそれどっちにも当たらないんですよ。であとは会社経営っていうと、やっぱりね、出社する社員がいて、社員がいてですね、それから社屋があってみたいなことを考えると思いますけども、私の場合は仕事らしい仕事は30日1ヶ月中1日するかしないかですね。それは会計をまとめるためにレシートにこうねパソコン打ち込むみたいなことそれは半日やるぐらいなんですよ。それ以外はちょっとねないんですよね。これもだから非常識だと思うんですよ。で、前回吉谷さんから送っていただいた動画の中で、私が言ったね、10万円稼げる方法を2万円で売るみたいなことを繰り返していくとネズミ講に見えるみたいなことがね言われてまして、そういう方がいるのもうなずけないことじゃないんで、ちょっとね言い方を変えます。10万円稼ぐ方法を2万円で売るんではなくて、30日で10キロ痩せる方法を2万円で売る、これいかがですか。30日で10キロ痩せる方法を2万円で売るって形です。これもだから体重に関する問題解決をしてあげて、2万円っていう問題解決の達成に対して、もしくは達成するノウハウに対して対価を受け取ってるって形ですよね。さっきのはお金に対する問題を解決することに対して2万円をいただくって形です。だからどっちも商品なんですよ、中身が違うだけでね。そういうふうに考えていくと、別にね儲ける方法を売ってもそんな変なことではないと思うんですよ。悪いことではないと思うんですよ。むしろですね、もっともっとやるべきかなと思います。いわゆるそのお金の勉強なんですよ、これが。お金の勉強っていうのは、その1万円儲かる方法をいくらであなたは買ってるんですかってことなんですよ。例えば1万円儲かる方法ね、3000円で買いました、もしくは1万円儲かる方法10万円で買いました、どっちが得だと思いますかってクエスチョンなんですよ。正解は両方得なんですよ。なぜなら1万円儲かる方法10万円で買っても9万円損したように見えますけども、それを10回100回1000回で繰り返していったらどうやっても、ね、黒字になるんですよ。そうじゃないですか。私はね、自己アフィリエイトってものを一番最初にやりました。自力でやって稼いだ金額は最初の3日間で15万です。ですからアフィリエイトをずっと案件を探しながらやってもいいんですけども、それもね3年やりましたけども、それだけでは足りないんですよ。ビジネスっていうのはこの教育ビジネスですよね。自己アフィリエイトの方法を誰かに教えてあげて、2万円以上稼げたら2万円くださいねっていう約束契約をして、そして買いますか買いませんかっていう交渉するんですよね。でほとんどの方が、じゃあ教えてください、1万9800円でって感じで2万円渡してくださるんですよ。で2万円をいただけるんで、じゃあ2万円以上稼げるための自己アフィリエイトの方法を教えるって形で、誰が来ても同じことやってますんで、やればやるほど熟練になっていくんですよね。でこっちは言ってることも同じですから、で受け取る人はみんな入れ替わってるんで、いつも新鮮だって言ってくれますよね。そんな形でね、私の場合はどっかに会社勤めに行くとか、何か製造で物を作るとか接客をするとかっていうのを抜きに、1億円稼ぐためにはこういうふうにね情報を発信し続けたってことになります。お分かりいただけますかね。でやっぱこういうふうにね非常識に行かないといけないと思うんですよ。で今世界的にすごくね、不自由な暮らしをしていらっしゃる方結構多いと思いますし、真面目に勤めていた方、そういう方から順番に割り送ってるのかなと思うんですよ。地道に真面目に観光業をやってきた方、宿泊の施設に働いていた方、食事を作る方、飛行機とかねバスを動かす方、みんな
本当にひたむきに真面目に正直にやったと思うんですよ。それに比べたら私はこうやって動画撮ってるだけなんで、無責任といえば無責任ですよね。でも今世界の状況が変わってこういうふうな時になった時に、私は不安抱えてるかってことなんですよ。全く抱えてないんですよ。なぜなら私の状況は何も変わってないんですよ。どっかの会社に勤めていて、そこの会社のね業績が悪くなるわけでもないですし、会社が潰れるわけでもないですし、退職勧告されてるわけでもないし、私の収入の取り方っていうのは2013年から全く変わってないんですよね。大筋では、まあ、使うプラットフォームは多少変わりますけども、ブログから YouTube みたいなの起きましたけども、基本的にやることは1個、情報発信なんですよ。情報発信すれば、まあ、お金になるってことなんで、あまり変わんないですよね。で今も例の伝染病のことをねたくさん喋ればアクセスは取れるんでしょうけども、まあなんかね、私の自分の好きなテーマでやりたいなということなんですよね。あんまりね、人の恐怖を煽るのって私好きじゃないんで、楽しいこととか嬉しいこととか気づきに対して動画を発信して、まあ受け取った方がね価値を感じてくだされば速稼塾に入るみたいなこともあると思いますけどね。まあですんでね、今日の動画をまとめますけども、問題解決をやっていきましょう。目の前のね人の問題解決を、自分では問題が解決できてなくてもいいんですよ。ここは多くの方が誤解されるところだと思いますけども、そのいい例が吉谷さんなんですよ。吉谷さんは稼ぐ方法を教えていながら借金があるってある時言い出したんですよね。で借金を返すためにやってるんだって言ったじゃないですか。いやだから非常識ですよね、ああいうのは。でもそれでいいんですよ。非常識が当たり前になる時代だと思うんですよ、その少数派が大きな流れをね決めていくっていう風な、その少数決って考え方ですかね、すごくねいいんじゃないかなと思います。まあ吉谷さんのスタイル、私にもよく似てるスタイル、これからこういう風なね、マスに対して訴えかけていくんじゃなくてね、ですからテレビに出てくるタレントさんみたいに視聴率が 1% の最悪の視聴率でも100万人が見るわけじゃないですか、ね、だからそのタレントの時代から1人が YouTube などを使って10人とか20人だけに対して送るみたいなね、そういう釣り合いとか温度差もあるのかなと思うんですよ。でもねやっぱりジャニーズが出ているテレビ番組はジャニーズのファンが見ますし、私が出ている番組は私のファンの方が見てくださいますし、吉谷さんにしてもそうでしょうね、まあ、ですんでね、このカメラの前で今見てるだけのあなたも見られる立場、そして発信者になってみると1億円っていうのはねそんなに難しい話じゃないことに気づくと思います。まあやってみてください。それでは失礼します。